さあ今日は久々にちょっとゆっくりと言いながらまた暑くなってわーっと喋るかもしれんけど、あの雑談動画で、まあ、最近ね機材をお借りしましたよね。この辺の話と、あの去年から私の中で頭の中で続いてる話っていうのをちょっとまとめて話をしようかなと思うんですけど、よろしくお願いします。まあいつもの雑談ですけどね。で、まさかね、私、まあ、YouTube 長いです。6、7年やってますけど、まさかほんまにメーカーさんから機材をお借りできることになるとは思ってなかったし、一般ピーポーですね。プロの写真家の方でもないですし、で、フリーランスでね、これをあの職業にしてる人でもないですから、全くのズブの素人で、で、ましてやね、ニコンの F マウントのレンズの新しいやつとか、ナノクリスタルコードのレンズを使いまくってるようなヘビーユーザーでもないんですよね。古いレンズを使って遊んでるだけの人間で、まあ、ただ YouTube でちょっとね、みんなに見てもうてるがために、こういうことができてしまったんですね。その時代やなぁと思いながら、ほんまに何回もほんまですかねって何回も聞かなあかんぐらい、ちょっとびっくりしました。で、このニコンのメーカー以外にも、例えば、海外のガジェットメーカーみたいなところは、この YouTube 上げてる上では、やっぱりこう、月何本かですね、そういう話があるんですよね。で、私はそういうのはもう、お断りしてるというか、総無視してましてね、めんどくさいなっていうのもあるし、なんかそのメールとか、ダイレクトでももらうんやけど、全然気持ち入ってなくて、なんかコピペ貼り付けとる人ばっかりなんですよ。で、今回このニコンの機材を借りるにあたってはですね、そんな感じじゃなくて、なんか雰囲気的になんか全然ちゃかったんですよね。あ、これはやっぱりちゃうなって、ほんまかなと思って、ちょっとお話しさせてもらったら、ほんまやっていうことに気づいて。で、まあ、お借りすることになったんですけど、で、その中で機材は何でもいいですよって急に言ってくれはって、何でもいいって、何でもいいんですかって、どれぐらいでも、数もどれぐらいでもいいんですかみたいな感じになって、やったんやけど、まあ、そこでちょっと私のね、あの年末の話に戻っていくんですけど、ここから私の趣味のね、話になって、11月中ぐらいの動画に、普段こうスナップ写真と野鳥写真2つなんですって言いながら、最近はちょっと風景写真は実は好きやったんやなって気づきましたっていう動画をね、上げたと思うんですよ。まあ、こうずっと見てる人ばかりじゃないと思うけど、そういう動画をね、上げたことがあって、で、その時に、それに向けて機材選びなんかも、みたいなんで、また苦笑いして終わらした回があったんですよ。それの頭がずっとまだ、未だにずっと続いてまして、もちろんそのまま継続中なんですよね。その時に私がパッとイメージしたのが、Z5 を買いたいなと思います。それは、風景写真をきっちり、隅々まできっちり写して、ちゃんと撮りたいなと思ったんですね。そう思い出したのが、あのタイミングぐらいで。で、今から F マウントの、例えばそのオールドレンズの拾ったカビだらけのレンズとかばっかり使ってますけど、今から F マウントの新しいというかすごいいいレンズを買うぐらいのやったら Z マウントに行った方がいいんちゃうかと思うんですね。で、それで考えたのが Z5。だから連写も速くなくていいですし、高画素もいらないですし、高感度体制もいらないですから、もうシャッター押せてちゃんと撮れてフルサイズで Z マウントやったらよかったんですね。でも Z5 がまあバッチリやんけと思って。で、それにしようと思ってね、一応それを考えてたまま今年明けまで来てね。で、それから、プリンターを買ったんですね。で、それはやっぱり写真として打ち出したいと思ったんですね。で、ちゃんと自分で見てみたい。で、出してみたらやっぱりそうやんな。ちゃんと端まで写っとかなあかんなっていうのが分かって。で、よりレンズってことが重要に感じたんですね。レンズとかそういう周差に対して、ちゃんと撮ろうと思うのは風景写真として撮るにはやっぱりそれが必要だなと思ったんですね。で、それで、あ、Z5 やなと思ってる時に、機材の話が来て、え？ってこのタイミングで来ると思って、ちょっとびっくりしてしまってね。ほんで、もう、迷わず考えたのは、自分がまず使わへん、機材を借りようと思います。で、それが、使わへんで、買わへん、機材ですね。ほんで、Z7II、高画素で、まあ、このお高いカメラは多分買わんやろうと思って。で、絶対カメラは Z7II やなと思って。で、その後、レンズは何にしますかってなった時に、単焦点私好きなんですけど、このサイズ感とこの金額でこれ出すっていうことは私の中ではまずないなと思ったんですね。で、もちろんかっちり映るかは知らんけど、それよりは私がこれを借りた理由っていうのは、メーカーさんが求めてる最高、まあ水準っていうのがどこに持っていこうとしてるのか、どこを目指してレンズを作ってるのかっていうのは、これを借りたら多分絶対わかるやろなと思ったんですね。で、私はかなり周3オメガのレンズを使ってきてるし、まあ俗に言うライカのレンズもたまに使ったりするんで、本当にいいレンズとか何を求めてみんなはどんな風に作ってるのかが、これを使えば絶対わかるなと思ったんですよね。それでまず借りたいなと思った。買うかは変別にしてこれをまず借りたいなと思ったんですよ。で、それから私がこう風景をかっちり撮っていきたいのに、14-24の 2.8 のレンズを使ってみたいなと思います。
それはおそらく買わないし、買えないし、でも高いレンズだけど、使えるタイミングがあるんやったら、この時、このタイミングかなと思ってね。それでお借りしようと思ったんです。で、それから、1430から F4 かなんかありますよね。まだ他のズームレンズ、ちょっと安いやつとかもあるから、まあ、結局そこになるかもしれんけど、でも、一遍その頂点、この単焦点の50の頂点と、超広角の頂点を使っとけば、なんかいろんなお話ができるかなと思って、まあその辺は YouTube 的かもしれませんけど、私も使ってみたいな、メーカーの目指せるとどこかなというのを感じてみたかったなというのもあって、で、一応この Z7II と 51.2 ともう一個1424の F2.8 をお願いしてるんですね。で、それはもしかしたら手に入らへんかもしれへんけど、順番にお出してるけど、間に合わへんかもしれへんけど、でそれはまあもし届けばですね、またその話をしたりとか撮ってみたりとかね、してみたいなと思ってます。まあそんな感じでね、この年末の私の11月からですね、私の方向性としてはやっぱり風景写真とか頭に入ってきて、それを写真と、プリントアウトして写真として出すっていうことを目的にしてきて、その中に Z マウントのレンズっていうのを使っていきたいなって思ってるのがですね。でそれとは別に今まで通りですね、オールドレンズを使ってスナップ写真っていうのをやっていきたいんですよ。あれはあれでね、やっぱりすごいね、なんか即興でなんかやるみたいな感じ、ネタじゃないけど大喜利じゃないけど、なんかそういうね、そういう感覚で遊べるんですね、スナップ写真っていうのは。でそれと風景っていうのは全く別物でね、で私はどっちか言ったら風景よりはまだスナップですね、まあ、感覚で撮ってることもあるし、いい悪い別にして撮ってしまってるから、レンズの周差を使って遊んでるんですよね。だから完全に感覚でしか遊んでないけど、その中でもたまにきっちり撮りたいなっていうタイミングがあるから、風景をしたいなって思って Z マウントなんですね。だからその Z マウントでその風景でかっちり撮れるし、プラスアルファですよ。ここで出てくるのがやっぱりそのミラーレスの強いところで、オールドレンズの、しかもそのニコンの S マウントとか使えるんですよね。で、ライカの私カメラ持ってますけど、ライカのカメラの LM マウントは使えるけど、ニコンの S が使えないんですよね。で、距離計を見ながらとか、で、目測で測って撮るとかやけど、ちゃんとこう周差で遊べなかったりするところを、F マウントでは絶対できないですから、それはやっぱり Z マウントでできるなっていうのがあるから、まあ、そういう2つの意味でね、Z5 が欲しいなと思ってますね。で、その買うタイミングだけは悩んでて、その Z5 をどのタイミングか、まあ、これ CP プラスがありますから、CP プラスでどんな発表があるかっていうのは私的にもやっぱり楽しみにしてるんで、まあ、その辺もちょっと待ちながらですね、今はちょっとお借りしてる機材で遊びながら、まあ、自分の路線っていうのをちょっとこう詰めていこうかなって思ってる段階ですね。まあ、最近もね、この機材の動画ばっかりになってて、ちょっとつまらんなと思ってる人もいらっしゃるかもしれませんけど、次回は一応ね、この、ニッコールの 55.2 ですね。こいつも 1.2 ですけど、この元祖になったこの 1.2 のレンズを使って写真も撮ってますので、まあ、そのあたりの写真を見ながらちょっと話をしたいなっていうのがあるんですけど、それはどうしようかな。そのライブにするか、ライブの方が楽しそうかもしれないですけどね。もう私の撮った写真を見ながらみんなで叩き合うって。私の写真見たら叩いてくれたらいいですけど、そんなも面白いかなと思うんですけど、まあ動画にしたらね、なんか淡白な感じなので、まあライブもいいですかね。まあその辺はちょっと考えてみようかなと思うんですけど、まあオールドレンズを使って Z7II の写真とか見ながらお話したいなとか思ってますし、まあそういうのもちょっと織り交ぜながらですね、やっていこうかなと思ってます。まあフィルムも撮りたいしね、フィルム新しく買ったんですけど使ってなくて、それも早く使いたいなと思ってるしね。なんかそんなのもあるんですけど、とりあえずちょっと今お借りしてしまってるがためにですね、いろいろやっときたいことがあるので、まあこれはだからね、別にメーカーの押し付けじゃなくて、私がただ単に遊んでるっていう動画ですので、まあその中でね、タイトル的に面白そうやなっていうのがありましたら、またね、見に来てやってほしいなと思います。まあそんな感じで、またね、1424がもし来たんやったら、またね、アップしますので、まあその時はね、よろしくお願いします。合わせてね、オールドレンズの方もやっていきますので、よろしくお願いします。そんな感じで今日はね、この辺で終わりたいなと思います。バイバイ。